はい、エアドロップで稼いでいこうというテーマなんですけども、そんなにねすぐに稼げたりはしませんからね。じゃあ一体どうやって稼ぐのかってことですけども、今日は第3話、まあとにかくね専門用語は覚えていきましょうってことになります。だってエアドロップっていう言葉ですらなんだかよくわかんないでしょ。だからまずは第1話でエアドロップっていう専門用語について解説しました。これだけでも20分ぐらいかかったわけですよ。で第2話はエアドロップ投資においてのリスクについてお話ししました。ここでもやっぱり十数分かかるわけですよね。で今回第3話、エアドロップをする上でもっと言ったら仮想通貨に関わる時点で知らなければならない言葉、ノードってものがあります。あのノートじゃないですよ、ノードですよ。じゃあノードって人に説明できるレベルでちゃんと理解してますかっていうと自信がない方多いんじゃないですかね。だからそういった方に向けて仮想通貨新時代に必要な専門用語ということでね、2025年から使える、そして使っていただきたい、そんな専門用語について今日もお話ししていこうと思います。第3話はノードについて解説しますね。仮想通貨の世界におけるノードとは一体何なんでしょうか。ノードってのは簡単に言いますとブロックチェーンネットワークに接続されているコンピューターのことですね。簡単でしょ。ノードっていうからね分かりにくいんですけども、ブロックチェーンネットワークに接続されているコンピューターがノードですよ。ただ電気屋さんにあるコンピューターはノードじゃない、こういうふうに言えればもういいんじゃないですか。でこのブロックチェーンネットワークに接続されているコンピューターはネットワーク上の取引を検証して記録することでブロックチェーンのセキュリティと信頼性を維持する役割を担ってるんですよ。ここまで言えたらパーフェクトですよ。さあ動画が始まってまだね1分少々ですけども、1分くらいでこうやって解説できたらお専門家みたいな感じですよ逆にこれをね解説できない人が仮想通貨投資とかね、それからエアドロップ投資とかやるのは結構危険だと思います。はい、まだノードについての解説は続けようと思ったら続けられますんで、引き続きお話していきましょう。次はねノードの役割についてもうちょっと掘り込んでいこうと思います。まず1つ目、取引の検証ね。ネットワーク上で行われる全ての取引を検証して不正な取引がないか、これを確認する、これがノードの役割の1つ目になります。2つ目はブロックの生成です。ブロックチェーンっていうぐらいですからブロックで作られてるんですよね。もちろんバーチャル上の概念ブロックなんですけども、この新しいブロックを生成してブロックチェーンに追記プラスアルファで記入することでネットワークをどん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 成長させる、これがブロックの生成というノードの役割になってきます。さあ3つ目、ネットワークの維持です。ネットワークの情報を保存して他のノードと情報を交換することでネットワークの安定性を保つのがノードの3つ目の役割になります。ノードの役割はまだまだあるわけですけども、この3つさえ頭の中に入って人に解説できればノードについてお前知らないのに言うなよって言われることはないと思います。なんだったらセミナーの講師としてノードの解説をするぐらいに今あなたの頭脳は高まったってことになります。さあもうちょっと進めましょうか。レジュメの方必要な方はメールでいただければこのままお送りしますんでね、まあ乱暴に書き殴ったノートメモではありますけども役に立つと思いますよ。さあ次はノードの種類です。ノードっていうのはその役割とか機能によってさまざまな種類があるわけですよ。これについてお話していきましょうか。まず1つ目、フルノードっていうのがあります。さっきまでノードっていう言葉でね右往左往していた人もここにプラスアルファの言葉フルをつけてフルノードっていうところまで知識が広まります。これはブロックチェーン全体のデータを保存してネットワークの全ての機能を実行するノードのことなんですよ。最も安全で信頼性の高いノードなんですがハードウェアへの負担が大きいというデメリットがあります。フルノードいかがですか。安全で信頼性の高いノードなんだけどもハードウェアへの負荷が大きいってことが分かったんじゃないですかね。次はそういったメリットデメリットのバランスを取ったライトノードっていうのがあります。これはブロックチェーン全体のデータを全て保存するのではなくて必要なデータのみを保存するちょっと小さめのノードってことになります。
先ほどのフルノード、全部を扱うノードに比べてハードウェアへの負担を小さくしてるわけなんですよね。まあ、このようにノードのこう使う用途によってその種類を変えていこうっていう発想です。もうちょっとノードについての解説続きます。マスターノードってのがあります。これは特定の仮想通貨で一定量のコインを保有しているユーザーが運営するノードのことですね。私たちが普段取引するのはこのマスターノードになるってことになるんじゃないかなと思います。これネットワークの運営に貢献することで報酬を得ることができますので、いわゆるノードによって報酬を得るっていう形がここに確認できるわけですよ。それからアーカイブノードっていうのがあります。アーカイブ、ちょっと聞いたことがある言葉なんじゃないですか。これはブロックチェーンの全ての履歴データを保存するノードのことですね。想像した通りでしょ。歴史的なデータの分析や研究に利用されますんで、これはその道の専門家の方がね、過去の利益をいろいろと漁る上で有効なノードってことになります。普段私たちはそこまで関わらないですね。ただ私たちの行動の全てがこのアーカイブノードにどん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 保存されるってことになりますので、そういった意味で私たちがノードを使うによってこの世界がどんどん広がっていくってことになりますね。はい、では次はね、ノードの重要性についてお話していきましょう。ノードはブロックチェーンネットワークの根幹を支える存在になります。このノードがなければブロックチェーンは全く機能しないんですよ。で、分散型台帳としての意味も失ってしまうということになります。このノードの数が多ければ多いほどネットワークはより安全になり、対障害性が高まります。つまり強くなるということです。取引を繰り返せば繰り返すほどこのノードが蓄積されていって重要になっていく、安全性が高まっていくということになりますね。だから全ての暗号通貨を運営する人、利用する人、このノードに関わる人のおかげでまさに成り立っているってことを考えたら、みんなで作っている世界ってことになりますね。で、その中でも積極的にノードを運営する人がいますが、ノードを運営するメリットって一体何なんですかってことについても話していきましょう。まず一つ目がネットワークへの貢献です。ブロックチェーンの安定化に貢献できます、ね、そのブロックチェーンという世界をまさに作ってくださる方ってことになります。次はこのノードを運営すると報酬がもらえるんですよ。マスターノードなど報酬を得られるノードがありますので、これを職業にしている人もいるってことになりますね。なんかマイニングとちょっと似てるでしょ。マイニングについてはまた別の機会にお話しますね。第4話になるかな。はい、次は深い理解です。ブロックチェーンの仕組みを深く理解することができるというメリットがノードに関わるノード運営者のメリットになります。まあ運営していくわけですから、いろんなトラブルに見舞われます。そのトラブルを解決する上で専門的な知識や経験が蓄積されているっていうことになりますね。で、ノードを運営するメリットがあれば当然デメリットもあります。まずはハードウェアへの負荷です。だってノードを運営しようと思ってもそこそこのパソコンが必要でしょ。で、こういったパソコンがどんどん傷んでいくってことになるんで、時には買い替えないといけないんですよ。お金かかるんですよ。だからノードの運営者にはそれなりの報酬が入らないとやってられないってことになりますよね。はい、フルノードなど一部のノードは高性能なハードウェアを必要とします。これはもう覚悟の上ですよね。次、電気代なんですよ。まあ電気代はね、どんどん高騰が叫ばれて辛いところですけども、ノードを24時間稼働させるためには電気代がむちゃくちゃかかるんですよ。基本的にノードっていうのは動き出したら24時間ずっと稼働させないといけないですからね。常に電気代がかかっていくってことになって家計を圧迫する、そんな危機にもさらされます。それから技術的な知識、ノードを運営するためにはある程度の技術的な知識が必要なんで、一生懸命勉強しないといけないってことなんで、多分飲み会に行く機会とかなくなると思いますし、このノードを運営するようになるとね、会社に出勤する暇もなくなると思います。だからノードを運営する人は基本的にこれを専業でやるってことになるんじゃないかなと思いますね。はい、それじゃあまとめていきましょう。ノードは仮想通貨のネットワークを支える重要な要素になります。ノードを運営することでブロックチェーンの仕組みを深く理解してネットワークの発展に貢献することができます。つまり未来を築いていくってことになりますね。ただしノードを運営するためのデメリットとして、ハードウェアとか技術的な知識が必要になるために、やっぱりノードの運営をしようと思ったらね、いいことばっかりじゃないんで、それなりに腹をくくる必要があるってことになりますね。はい、じゃあ今回はこんなところですね。ちょうど10分ですか。はい、では次回はですね、まあマイニングについてお話しましょうか。
マイニングってのはノードの前の一つの概念ですけども、今でもマイニングって言葉がねどんどん出ますんで、まあノードよりは一般化してきた概念と言葉ではあるんですけども、ここで改めてね第4話でマイニングについて学んでいただければと思います。それでは次回までよろしくお願いします。